ですね。さっきのが14分だったので、次は21分。日にちとか言わなくていい。うん、大丈夫です。了解。ツイキャス、また始まりました。日本撮り。はい、今日は日本撮りです。ありがとうございます。ね、本当に、カープボーイさんがさ、うん、いつもコメントしてくださって、助かります。ありがとうございます。さっきカープボーイが言えなくて、カプチーノって言ってた。うん。かわいいですね。カプチーノさんになってたよ。面白いね。ありがとうございます。じゃあ早速、はい、始めていきましょう。2本目ね。ライブね、聞いてる方は音楽が聞こえないんだけど、うんうん、トップオブザワールドが流れています。しょうちゃん、しょうよ、ありがとう。じゃあ行きますね。はい、おはよう、モーニング。月曜日、いかがお過ごしでしょうか。幸せ金ちゃんのセルフラブライフ。この番組は地球上でたった一人のあなたへ、ありのままの自分を大切にして、一緒に心の幸せを育てていく番組です。では、ミキサーのまなみさん、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい。そしてね、この番組メッセージも募集しています。メールアドレスは、797@fmginowan.com。また、サイマル放送も、放送しています。スマホの場合は、アプリ、リッスンラジオ、または、マイチューナーラジオで、FM ギノワンを検索して聞いてみてください。はい。本日は、ね、カープボーイさんも早速メッセージいただいて、ありがとうございます。あ、カプチーノ好きだけど、そう、カープボーイさんのね、お名前を、カープ、カプチーノとか言ってる。カプチーノさんかわいい。かわいいね。かわいいでもいいよ。でもカープが好きかもしれんからね。ありがとうございます。本当嬉しい。ああ、インスタライブもね、同時で配信してるので、ラジオ見てる方も、インスタライブ見てる方も、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ね、この1ヶ月、今週ね、10月からね、始まったんですよ。はいはい。なので、この10月は、しほちゃんを知る特集っていうことで、1ヶ月にわたり、幸せ金ちゃんの自己紹介をね、していこうって思っています。はい。はい。この1ヶ月でね、しほさんの人となりを、そうそう。もうめっちゃ詳しく知ることができると思うんですけど。はい。と思います。見逃した方も、YouTube 配信もあるそうなので、はい、そちらでね、見逃し配信を見ていただけたら、うん、いいなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。さあ、で早速なんですけど、はい、まあこのまあラジオをねやってみたいなって思ったきっかけは、もちろんお友達のゆゆちゃんのね、はい、ここで番組もね、はい、されている方がいて、火曜日の3時でした。3時です。はい、生放送してるゆゆアワーのゆゆちゃんのラジオにゲスト出演したことがきっかけで、FM ギノワンさんでラジオをさせてもらうことになりました。で、また私自身がですね、2024年4月に、ベストオブミス、ミセス SDGs ジャパンという、ミセスコンテストね、ミスコンの沖縄大会があって、はい、それに、エントリーして、また、幸いなことにですね、グランプリをいただきまして、ちょっと見えるかな、はい、ちょっとだけね、お名刺。そう、ティアラをグランプリ、沖縄大会のグランプリをいただいたっていうのもあって、やっぱこの SDGs をみんなにもっと身近に感じてもらえるには、どんな活動がいいかなっていうことで、そのラジオもいいきっかけじゃないっていうお声もあって、はい。はい、ラジオをすることになりました。ね、やっぱりもう本当にしほさんいろんなことされてるじゃないですか。うんうん、でそれのもう発信の場に、うん、すごいもってこいなのかなって思ってます。ありがとうございます。はい、もうなんかゲストで来たのにね、そのラジオを回してたりとかもして、もうラジオやったらいいよってめっちゃ言われて、そうですかねみたいな感じだったんですけど。はい、うん、素敵なお声かけいただいたので、始めてみました。はい。もうどんどんね、いろいろ、
はい。さんしてってください。うん。はい。ありがとうございます。今日はこのミセス SDGs のね、なんか絡みで、しほちゃんのことを紹介しながら話していけたらいいなって思うんですけど、うん、これね、本当ミセスもミスも参加できるコンテストだったんですけど、はい、そう、お友達の、カメラマンの方のフォロワーさんから、直接私に DM いただいて、うん、こういうミセスコンテストがあって出ませんかっていうので、出場したんですけど、うん、そうそうそう、この時も子供も産んだばっかりで、うん、6ヶ月、そう、5、6ヶ月ぐらいの時だったんですけど、うん、え、子供いるんですけどって、赤ちゃん連れで授乳しながらとかでもいいんだったら、やってみたいな、みたいな。で、家族も、そうそうね、こういうコンテストに、なんか、自分でなんかエントリーすることもあんましないだろうし、お声かかることもないから、やってみたら、みたいな、うん。いいかなって言って、そう、やることになったんですよ。すごい。そう。それまでは、じゃあ、こういうコンテストの経験とかも全然。あ、全然なかったです。うん、お友達はね、出てて、うん、グランプリ取ったりとかしてるお友達もいたんだけど、やっぱね、なんか、そういうふうのを見るだけの専門みたいな。うん、感じでした、はい、うん。お友達は世界大会6位になったりとか、そう、いう子もいて、そう、あ、すごいねー、みたいな。そう、いました。うんうん。そうそう。はい、沖縄大好きさん。うん、ちょっとまた落ちます。はい、あ、どこ行くの？眠ってくるのかな？ありがとうございます。そうそう。え、何でした？あ、そうそうそう、このきっかけ、うん、うんうんうん。モーリアちゃんはそうやってね、世界大会で、はい。とかいう人がいて、でも、そういうの見て、なんか、もう応援する感じだったと。そう。うん、そうです。まさか自分がね、出場するみたいになるとは思ってなくて、うんうん、はい、まあなんか、ちょっと楽しそうだな、みたいな。うん、新しい、なんか、自分を発見できるかな、みたいなので、面白そう、みたいな気持ちがね、高まって、挑戦したって感じでした。そう。なんか1ヶ月半ぐらいビューティーキャンプもあって、はい、もう毎週日曜日だったんですけど、私たちの場合は、うん、もう朝9時から夕方の6時まで、みっちり、ですね、はい、もうスキンケアとか、あとメイク、うん、ね、あとはマインド、うん、で、食事指導とか、あとウォーキングね、うん、あのヒール14センチくらいのすんごい高いヒール履いて、ウォーキングするっていう練習もあったりして、そうそう。ビューティーキャンプってそんなことするんですよ。そう。話には聞きますけど。うんうんうん。みんなで何してるんだろうみたいな。ね、本当。人はそれはなんかこのコンテストによって、うん、そのビューティーキャンプの内容とかはそれぞれだと思うんですけど、うん、私が出場したものは SDGs の、うん、項目っていうか部門があったので、うん、やっぱ SDGs に関連してお仕事をされている方とか、うん、貧困のご家族ご家庭、またママさんの妊産婦さんだったり、そういう方のサポートされている方が、うん、講師としてどういう私はサポートをしているよっていうのをね、お話しされたりとか、うん、そういった中から自分のなんだろう SDGs に身近に感じるっていうところを、うん、見つけていくじゃないけど、うん、そういうのもあった。へー、うん、そうなんですよ。どうでしたか？1ヶ月くらい、1ヶ月半ぐらい、1ヶ月半、はい、やったんですけど、毎週日曜日、うん、もうなんか子供も連れて、で、うん、上の3人はもうお母さんとかおばあちゃん、または旦那さんにちょっとお願いして、うん、もうベビーは一緒で、でもね、ベビーが待ってもらう間もあるので、もう付き添いのファミリーサポート、はい、南城市の私、ファミリーサポートを利用させていただいて、うん、その託児サポートで入ってもらいながら受けたって感じでした。そうそう、お母さんとかも連れてったりもしたけど、やっぱずーっとなので、ね、疲れちゃったり、うん、するからね、そう、うまく、ファミリーサポートも使いながらやってました。はい、そうやってもでも挑戦できる。うん。やつ大会ってことですね。はい。うん、そうなんですよ。なんか子供がいるから、私なんてとか私は無理っていうのね、最初から思わずに、こういう状況だけれども、それでも出れるかどうかってやってみないとね、わからないから、とりあえずやってみようと思って、ね、1週間、1ヶ月、もう無理だったら、それはそれで、もうね、まあ、こんなもんだったんだろうな、私っていうことでさ、なんか受け止めて、まあまた次に進むって感じだったけど、そう。でも、ビューティーキャンプも、こう、いろんなね、
若い、あの、世代の方から、はい、あの、私たち40代の後半の方もいらっしゃったので、うん、はい、もう本当にね、いろんな方と知り合えたなっていうのもあります。うん、うん、うんうん。すごい。で、それで、グランプリを取って、うん、そうなんですよ。今度どこで大会がまたあるんですか？はい、沖縄で私がグランプリになって、うん、その後は日本大会が、この大会はあるのでね、うん、はい、あの、東京の方に行って、うん、またそこでもビューティーキャンプがちょこっとあって、うん、で、また、その日本大会11月の26日、五反田の、うん、あの方であるんですけど、うん、はい、そこで、うん、あの、シティホールっていう大きい会場で、はい、はい、大会が行われます。平日のど真ん中なんですけど、うん、それに向けてね、だから今、ウォーキングレッスンとか、うん、まあ、トレーニングとかしてる感じです。はい。なんかスピーチとかもする？あります、あります。30秒のスピーチが、あって、たった30秒だけど、その人の、なんかやってること、人となり、ね、また伝えたい思いとかを発信しないといけないんですね。30秒の中に。そう。だから、もう私は幸せ金のとかって言ってたら、もうすぐ終わるからね。なんかもうなんていうの、凝縮して、思いを伝えるって、しかも知らない人に、私の30秒の気持ちを伝えるから、それこそ、なんか難しいけど、なんだろう、こう経験踏まないといけないと思って、沖縄大会出るときは、もうすいませんって保育園の園長先生とかに、ちょっとスピーチ聞いてもらいたいんですけど、いいですかとか言い出して、ね、私みたいな、いきなりなんか、急にさ、こんな手もこうやってやって、あの、はい、エントリーナンバー、何番みたいな。で、あの、たくさんの人に、もう聞く、いろんな場所で、あの、スピーチをするっていう練習もしました。あ、すごい。保育園、はい、小学校、うん、校長先生の、なんか校長室とか、ね、畑の中とか、はい、いろんなところで聞いてもらいました。すごい。本当に。どんな場所でも。そう。いつ、なんか、はい、行ってごらんって言われても、はい、言い出せるように、はい、そう、訓練しました。何この人ってね、なったかもしれないけど、でももうなんか、もう私はやるんだって決めてたから、はい、それでやりました。すごい。ねまたいい結果を。ねえ。うん、ほんとほんと。なんか結果もね、まあ大事って言ったら大事だけど、うん、なんかそこまで歩むプロセスが、すごく私楽しいなって思っていて、うん、なんかほんとね、なんか人生もそうだけど、志保自身も、こう、なんかゴールを、めっちゃなんか決めて、そこに向かって歩むも、すごいかっこよくて好きなんだけど、うん、でもあんまり、なんかこうなりましょうとかっていうゴールを決められすぎるのも、自分がなんか自由に動けないっていうか、そういうのこう、ところもあったりして、なんかちょっとふっかるなところもあるからね、なんだろう。結構何でも挑戦したり楽しんだりっていうするところに重きを置いてるかなって感じ。うん、がある。挑戦することに、じゃあ、ちょっと意味があるじゃないですけど。うんうんうん。何かまた、そうそうそう、自分のきっかけ、気づきになったりとか、するかもしれない、みたいなね。そういうところも思ってます。また、つるはんさんがね、ツイキャスで、ひょこって出てきてくれて。ひょっこりして。ありがとうございます。はい。あ、癒しボイスだから大丈夫じゃないって感じです。あ、ありがとうございます。はい、本当に高橋真希。こうちゃんにそっくり、沖縄で喋ってるよ、けど、すごい似てる。ええー。うん。あ、鬼滅の刃の胡蝶しのぶのセリフなんか言ってもいいかもね。あ、そう似てるよ。そうなの？胡蝶さん？はい。そうなんですね。へえ。なんか自分のね、声だからさ、どうしても自分はね、なんか違う風に聞こえてくる感じがして、そう、でも声も、コンプレックスでした。ね、その話を聞いたときにびっくりしました。なんかコンプレックスとかなさそうね、みたいな。もうなんかね、ヒーホーって聞こえるって言われて、鼻にかかってるような声がするっていうので、うん、あ、言われてショックだったっていうよりは、え、そうなんだ、みたいな感じだったんですけど、うんうん、はい、でそれからなんかこう、何かで喋るとかっていうのがあんまり好きじゃないっていうか、うん、カラオケは行くけど、別になんか、声はそんなに好きじゃないみたいな。勝手にね。自分で耳で聞いたわけでもないんだけど、人からそうやって言われるし、鼻にかかってる声なんでしょ私みたいな。勝手なね、思い込みを。
していくんだけど、クラブハウスが始まって、はい、こう声だけで、耳だけで聞くラジオみたいなね、ほんとそんな感じのね、アプリだったので、それで、しほちゃんの声いいよね、癒されるとか、うん、なんか沖縄のイントネーションが好きとか、うん、標準語でめっちゃ喋ってるつもりなんだけど、なまってんだみたいな。そういうのも、うん、そうあったりして、うん、そっから、うん、あ、私の声って、うん、いい癒しボイスとか、なんか思ったことなかったけど、人に言われて、あ、そうなんだって気づきました。だからやってみたから気づいた。ね、うん。多分、ね、やらなかったらずっとなんかこういうラジオもしてなかっただろうし、発信とかしてなかったはず。うん。そうなんですよ。それもきっかけだね。そう。ね、うん。すごい。じゃあそのね、この癒しボイスでスピーチをするから、うんうん、きっと、いろんな人に。ね、伝わってくれるかなって。うんでもまたなんか選挙みたいにならないようにしようと思って、ウグイスみたいなさ、あの、なんていうの、棒読みではないけど、うん、そう、ウグイス嬢とかね、はい、あの、もうなんて、選挙みたいな、なんか発信よりは、感情がこもったとか、はい、この強弱がある、この話し方を、私、ボイトレも受けてるので、うん、そういったところで勉強しながら、そう、スピーチもできたらなって思ってます。はい、あ、すごい、ボイトレはちなみに、うん、このタイミングで、なんか習い始めたんですか？あ、もうこの大会やっぱ出るってなって、そうきっかけで、で、たまたまボイトレのお友達の方と知り合うことになったので、それでね、あの、うん、歌のレッスンもそうだし、うん、話し方のレッスンも。あ、それこそゆゆちゃんもさ、うん、あの、一緒に、そうそう、同じ人に習っていて、そう、共通のつながりとかもあったりしてさ、そう、一緒にゆゆちゃんもレッスン受けたりとかして、そう、それでね、なんか話し方とか伝え方とか、うん、表情とかね、うん、そういうのもなんか全部つながっていくなって思って、ボイトレも受けたりしてます。すごい。うん、そうなんですよ。そう、だからなんか、ミセス SDGs っていうはあるけど、うん、なんか SDGs って何っていうところで、うん、なんか身近に自分たちが感じられることって何かなっていうのをね、うん、一緒にね、考えていけたらいいなって思ってます。うん、なんか、ビーチクリーンとかゴミ拾いとか、あの、そういうものだけが SDGs じゃなくて、いろんなね、観点で SDGs ってつながるよっていうところでね、こうやって人と人がラジオを通して、声を通じてつながるっていうところも、あの、なんだろう、平和な空間だしさ、なんていうの？人とつながること？ありますよね。うん。も、あの、SDGs の一つになるんですよ。本当に身近なところにじゃあ、うん、ね、そう、あるんです。なんかこの、ね、ゴミ拾いとか、綺麗な海をとか、うんうん、そんなイメージが強かったので、うんうんうん、でもね、本当はさ、使わない電気を消すとか、うん、マイバッグを使ってみるとか、マイボトルを持つとか、うん、そういうことも、もう皆さんが自然とマイ箸持って、うん、お弁当箱にお弁当入れて、うん、お弁当を持って、ね、職場に行くとか、そういうのも、あの、SDGs につながることになるからね。ね、そういったことで、なんか感じてもらえたらいいなと思って。そう、なんかゴミ拾いしなきゃ。ビーチクリーンしてないから私 SDGs じゃないじゃなくてさ。そうそう。何、もしかしたらこれつながるかも、みたいな。そういうのをね、なんかきっかけに、考えるきっかけになってくれたらいいなって思ってます。ね、シホも、なんか完璧なわけじゃないから、うん、そう、なんか、わからないこととかもあるし、教えてもらうこともね、もちろんたくさんあるので、うん、そこをね、受け止めて、また受け入れて、なんか生きていけたらいいなって思ってるので。うそういった意味で、そうやってなんか、この、近寄りやすくじゃないですけど、うんうんうん、やっぱ SDGs ってなんか硬い、硬いし、なんか、もう、私たちじゃ、なかなかそんなできないみたいなイメージがありますけど、うんうんうん、でそこをなんかつなぎ合わせてくれる存在になるのかな、うん、そのミセスの人たちとかが、うん、本当そうかも、うんうん、確かにそうかもしれない。で、なんかグランプリ取ったからすごいとかそういうのでもなくて、なんかそれをどうやったら身近に感じて、また誰かに伝えられるかも、うん、ね、そのミセス SDGs のさ、うん、あの、私のなんか使命じゃないけど、うん、なんだろうなって思うし、うん、でもなんか、ほんとさ、この SDGs の中で最もなんか大事にしたいのは、このすべての人が健康、福祉をっていう言葉があるんですけど、うん、その中でももう17項目とにかく SDGs ってあるわけよ。あの、2030年までに叶えたい目標ね。うん、
で、達成したい目標が30個も、あ、17個もあって、項目外だよ。項目だけで。うん、そう、これを分、そう。それをさらに細分化すると、うん、もっとさ、あると思う。うん、だけど、そう、まあ、SNS とかでもね、日本ユニセフのやつでも出てくるんだけど、そう、国連が示している17の、2030年までに叶えたい、持続達成したい17の目標がね、あって、その中でも、すべての人に健康と福祉をっていうところがあって、good health well-being っていう考え方なんですけど、心身の、心と体を健康にして、で、すべての人がなんか、笑顔で、やっぱ過ごしていくっていうのが、なんだろう、みんなに今すぐにできることかなってちょっと思ってて、うん、私の中でね、笑顔で過ごすとか幸せを見つけて、うん、感じて味わうとか、うん、そういうことをね、なんか日頃から意識すると、うん、周り巡ってその自分の中も自分の幸せを大切にすることができるし、うん、また周りの人にもその幸せが勝手にね、うん、伝染していって、うん、で自分自身相手もなんかまたその幸せを見つけてとかができるようになっていくなって感じてます。うんうん、幸せ菌ですね。そうそう、それが幸せ菌。すごいじゃん、SDGs の中にね。そう、幸せ菌でね、入るかもしれん。幸せ菌になるかもしれん。本当よね。でもそのぐらいさ、うん、もうなんか、もう本当、このね、ラジオ番組の冒頭にも、メッセージをね、入れてるんですけれども、うん、地球上で私たちたった一人の、もう唯一無二の存在であるから、うん、そのまず自分を受け止めて、うん、受け入れて、なんか愛してほしいなって思ってて、うん、それがもう SDGs の始まりっていうか、うん、自分をまず健康にするっていうところが、うん、なんか、ないと、やっぱ人のことも健康にできないわけですよね。うんうんはい、ママさんもそうでしょ。自分が倒れたらさ、うん、もう、子育てしないといけないけど、熱出て、大変するさ、うん、ね、子供たちもやらないといけないって。はい、だから自分の健康を、まず第一に考える、うん。うんうん。そうすることでまたね、子供たちに笑顔で接しられたりとか、するんじゃないかなって思ってて。うんうんうん。そこもなんか大事にしてるとこです。はい、うん。まさにね、その幸せ菌があると、つながる、うん。そう。この大会とか、うんうん、そんな感じが、そう、あったね。なんか後付けにはなったかもしれんけど、うんうん、考えてみたらそうだったな、みたいな。そう。うんうんうん。そう。なんかみんなも意外と、そういうなんか、自分は思ってなかったことが、意外と繋がって、ね、うん、一つの、なんだろう、点だったものが線に繋がる感じがあるんじゃないかなって、すごく思います。はい、なのでね、地球と人と心でなんかつながる、うん、そんな架け橋に私もなれたらいいなって思うし、はい、うんうんうん、そんな活動が、うん、はい、ミセス SDGs ジャパンの幸せ菌のしほちゃんっていうね、ところがあります。ぜひ皆さん応援してください。はい、ぜひぜひ応援よろしくお願いします、うん、ね、またインスタでもね、はい、発信もしていくし、うん、なんかウェブ投票みたいなとかもあったりするので、うん、はい、その辺もね、また近くなったら、ね、その時はもうリスナーさん総出で、お願いしますよ。皆さん応援お願いします。はい、ぜひぜひ、なんかね、無料で投票できるものがあるので、うん、そちらからでもね、この応援してもらえると、うん、またね、そのみなさんのね、力をまたエネルギーに変えて、うん、ドバーンって発信していけたらいいなって思ってます。はい、もうラジオ聞いてる方もまたね、うん、インスタライブでね、今見てる方もコメントいただけたら嬉しい、うん、あ、幸せ菌キャッチ、タミンさんキャッチしました、ありがとうございます、あざーすって、うん、これコメントに絵文字がすごいね、このすごいすごいよ、直角にビーって、うん、こんな絵文字があるんだと思って、ありがとうございま す, ますね、お辞儀してる、うん、嬉しいです。皆さんもぜひ、ね、しほさんから幸せ菌受け取って、はい、そうなんです、拡散して、うん、いっぱいね、受け取って皆さんも拡散していただきたいなって思っています、うん、はい、じゃあもう残りあとわずかになりましたね、うん、はい、
そうね、このラジオはね、ツイキャス、収録放送用のツイキャスもですし、また YouTube でも、見逃し配信をしております。そして、スポンサー様、大募集しています。幸せ金ちゃんをね、応援したいっていう皆様も、ぜひ、スポンサーになっていただけたら、シホも大喜びします。ありがとうございます。で、また私は、沖縄ワラーチっていうね、沖縄かけるワラーチ、そこの薄い履物なんだけど、ソールがすごく薄くて、パラシュートの紐がついてる履物を履いています。で、また大地とつながり、心も体も解放するっていうね、沖縄ワラーチのアンバサダーも私しているので、もしよかったら、興味がある方、沖縄ワラーチ、ね、これ調べていただけたらなって思います。かわいいですよね。ね。この紐も。そう、レインボーとか、いろんな色が、ソールもね、いろんなソールがあるので、これ今グレーの色を持ってきたんですけど、ファッションにもつながるかなって思うので、そこもね、使っていただけたらと思います。はい。お、カープボーイさん、幸せってなんだっけ？なんだっけ？うまい。醤油のある口さ。うまい。ああ、醤油はキッコーマン。すごいね。ありがたい。うん、そう、醤油のね、キャッチコピーからもね、幸せが出るぐらいね、そう、みんな幸せを感じて、うん、感じてっていうか、あるからね、その、目の前にあるものでいいので、うん、今日の、じゃあ、みんなの幸せって思ったことは何ですかっていうところで、うん、ね、まなみさん、何ですか、はい、今日。幸せ。うん。晴れてること。ああ、いい、そうそう、そういうこと。うんうんうん。ね、晴れてたら、ね、日焼けはするかもしれないけど、でもやっぱ気持ちはね、朗らかになったりするからね、うん、そういうね、幸せをね、ぜひ感じて、で、アウトプットしてもらえたらなって思います。そうすることで、より自分も味わうことができるので、今日天気良かったねっていう風にね、声かけしてもらえたらと思います。はい。では、もうそろそろね、お時間となりました。幸せ金ちゃんのセルフラブライフ、お相手はしおちゃんでした。またねー。ありがとう。OK です。ツイキャスもありがとうございます。